小さい頃からマンチェスターシティのアカデミーで育ち、今やシティの未来と言われるまでに成長し、若手の中でも注目度の高いフィルフォーデ、アストンビラから当時イギリス史上最高額で移籍してきたジャック・グリーリッシュ。今回はそんなフィルフォーデンとジャック・グリーリッシュの50の面白いエピソードについて紹介していきます。マンチェスターの市内の中心部で育ったフォーデンですが、家族は母親がマンチェスター・ユナイテッドのファン、父親と兄弟がマンチェスター・シティのファン。フォーデンは18歳という非常に早く結婚し、19歳ですでに息子のロニー君が誕生していたそうです。フォーデンは非常に子煩悩で、趣味だった釣りをしていた時間をロニー君との時間に費やすほど溺愛しているそうです。そんなフォーデンはアウェー戦が続いてロニー君に会えなくなると寂しくなっているそうですが、帰ってきた時にはロニー君の笑顔に癒されているそうです。フォーデンは18歳の時に両親と住むために200ポンド約3億円の新居を購入しています。幼少期の頃はあまり裕福ではなかったこともあり、恩返しをしたかったと語っています。約3億円の家を購入したフォーデンは18歳の時、年俸が約2億3000万と3億円の家など余裕で買えるぐらいの能力はあるようです。2019年、所属のマンチェスターシティでチャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグトッテナムに4対3で勝利したが、ファーストレグ0対1で負け、トータルスコアで負けてしまい、準々決勝敗退となってしまいました。この敗退でチーム全体ショックを受けていましたが、次の日のトレーニングでフォーデンは一人はつらつとしていました。その姿を見てペップ監督は次の試合に使うと決めたそうです。そんなペップ監督との関係もよく見えるフォーデンですが、実はフォーデンが16歳の時からペップ監督はフォーデンの才能を高く評価し、トップチームへの出場する機会を与えました。またペップ監督はフォーデンが持つ技術や創造性を最大限に生かすために自由なプレースタイルを許しています。フォーデンも監督に対して尊敬と信頼を抱いていて、ペップの指示に従ってプレーしています。マンチェスターシティは2019-20シーズンで長年チームを支えてきたダビド・シルバ選手が退団を発表し、後釜を探しているという噂があったが、ペップ監督が代わりの選手を取るつもりはない、プレミアリーグ最高の選手の一人になるとフォーデンのことを語っていました。フォーデンは FIFA U17 ワールドカップで見事スペインとの決勝戦を勝ち、同年に行われた U17 ユーロの決勝戦で負けていたスペインとの雪辱を晴らし、イングランド初の優勝を果たしました。その大会でゴールデンボール賞を受賞し、世界に名を広めました。そんなフォーデンは20歳の時にイングランド代表に選ばれ、チームメイトからプーチンというあだ名をつけられました。これはロシアワールドカップに向けたウェイトトレーニングでボールを持ったまま泳ぐような独自のトレーニングをしていることから、ロシアの大統領ウラジミル・プーチンになぞらえてつけられました。フォーデンはこのあだ名に反発し、自分の本名を読んでと頼んだそうです。しかしチームメイトはプーチンに並ぶ独自のトレーニング法に感心し、あだ名で呼び続けました。いじられた甲斐があったのか、フォーデンはイングランド代表でも活躍し、2021年にはUEFAヨーロッパリーグで年間最優秀若手選手賞を受賞し、若手の中でも注目を集める存在になりました。そしてフォーデンがプーチンと呼ばれるのはもはやトレードマークになりました。順風満帆に見えるフォーデンですが、実は2020年に代表初選出をされた際に、同じく初選出されていたマンチェスター・ユナイテッドのメイソン・グリーンウッドと共にチームが宿泊しているホテルに無断で女性を連れ込んだことがバレました。この騒動から当時の監督が激高し、2人は代表を追放されてしまいます。代表追放後、クラブに帰ってきたフォーデンですが落ち込み、プレーに制裁を変えたが、これを見たペップ監督はあまり周りの言うことを見たり聞いたりしないで地に足をつけなさいと言ったそうです。これにより反省した上で気持ちを切り替え、悪童の名を返上しました。フォーデンは若手の頃に監督からの指示でセンターフォワードをやってと言われるが、これに僕はミッドフィルダーでありセンターフォワードはできないと監督の指示を拒否しました。そして拒否したことを監督は納得し、ミッドフィルダーで起用されることになりました。その試合でフォーデンは大活躍し、チームの勝利に貢献しました。この出来事からフォーデンの自信やメンタルの強さなどが見え、スターになる素質があることが分かります。
フォーデンは2019年当時史上最年少でプレミアリーグを優勝したことでギネス認定された時のインタビュー。マンチェスターシティが初めてリーグ優勝した時の気持ちを聞かれると、3部降格からリーグ優勝までの道のりを考えると信じられないような気持ちだと語り、最後にはあの勝利は彼らのものと当時優勝した選手たちを称えていました。このインタビューでさらにシティがスーパークラブに変わっていくのを見てきた感想を聞かれ、グラウンドやスタジアムが変わっていくのがすごくワクワクした、またその一員であり続けたいと思うモチベーションにもなったと語り、当時から変わらずシティへの愛を熱く語っていました。さらにこのインタビューでペップ監督率いるシティの気に入っているところを聞かれると、今のプレースタイルに合っている、チームがみんなのことを信じてプレーするなど、かつての悪道とは違い真面目に答えていました。フォーデンは代表追放を受けてから約2ヶ月後に代表復帰となりましたが、追放になったことからフォーデンは人生で最も辛い瞬間だ、監督は僕のことをリスペクトしてくれた、いいプレーで恩返ししたいと語りました。さらにキャンプに来る前は少し緊張したと可愛い一面も見えました。代表復帰後活躍をし続けるフォーデンですが、2022年にリーグ戦後に家族でボクシング戦をしていた時にファンに挑発され、これに反発した母親が相手に殴りかかり乱闘騒ぎとなりました。フォーデンの背番号47は祖父が47歳で他界した年齢です。フォーデンは2022年に加入してきた怪物ハーランドにパスを出していないとファンから批判されています。これにはフォーデンが信頼しているペップ監督も、フォーデンはハーランドが見えていない、でもこれは見えていないといけないと苦言し、フォーデンを批判していました。2021年 FIFA が現役サッカー選手の移籍金の価値を発表し、フォーデンが約250億円と1位となりました。これまでの実績やこれからの伸びしろなどを考えての金額だそうです。これからのフィル・フォーデンに目が離せなくなりました。次世代のスターですな。グリーリッシュはとあるインタビューで、幼少期にはサッカーよりもラグビーの方が好きだと言っています。ですがラグビーでは僕は小柄すぎるという理由でサッカーに転向したそうです。グリーリッシュは子供の頃の夢はミッキーマウスのコスチュームを着ることだったそうです。グリーリッシュは幼少期の頃初めてボールを蹴った時にコンビニに飛んでいったそうです。これをきっかけにボールを買ってもらいサッカーを始めたそうです。グリーリッシュは小学校の頃演劇クラブで舞台に立つことを楽しんでいました。ある時グリーリッシュが主役を演じる日に体調不良になりました。ですが舞台に立ちたい気持ちが強すぎて症状を隠して舞台に立ったそうです。グリーリッシュはサッカー選手になる前にハンバーガーショップでアルバイトをしていました。その時につけられたあだ名がジャック・ザ・グリラーとつけられ、それがニックネームになりました。そんなグリーリッシュは試合前にハンバーガーを必ず食べるそうです。プレー前に緊張感を和らげる効果があるみたいです。グリーリッシュは試合の際にソックスをふくらはぎの真ん中あたりまで下ろしてプレーをしています。そして子供用の小さいサイズのレガスをつけています。そのことで何回もレフェリーに注意されているけど直さないみたいです。2015年オフにテネリフェ島を訪れると路上で泥酔している写真が出回ってしまいました。そんな彼、当時のチームメイトがサンタクロースに扮してどこでも寝られるようにとヤマットをクリスマスプレゼントとして渡したそうです。同年グリーリッシュはアイルランド代表デビューしました。彼はまさか自分が選ばれると思っていなかったため、嬉しさと感動のあまりホテルで涙を流したそうです。2015-16 シーズンにプレミアリーグにおいて出場した全試合で敗れるという残念な記録を立ててしまいます。アストンビラに所属していた頃、相手チームが倒れ込んでいるところにボールを蹴ってしまう、これにフェアプレーに反する行為として非難されます。ですがこの行動を認め謝罪したみたいです。ある試合でチームメイトを鼓舞するために手紙を書いたそうです。その手紙には、俺たちは勝つためにここにいるんだ、一生懸命頑張ろうと書いて、リーダーらしいこともしていたそうです。グリーリッシュはチーズ好きであることが知られているようで、ある時にチームメイトとレストランに行った際にステーキを焼かれているのを見て、急遽チーズを乗せてほしいという特別にチーズを乗せてもらったみたいです。ある試合でグリーリッシュを倒すためにファウルした相手選手に向かって素早く立ち上がって、こんなの痛くないよと言ったそうです。
さらにグリーリッシュは強烈なタックルを受けて倒れ込んでからすぐに立ち上がり、相手選手に私の人生を台無しにする気なのかといったことがメディアで話題に。グリーリッシュは2020年のリーグカップ準決勝でラフプレーを受けた際に靴が壊れてしまいました。ですが靴を変えることができず素足で続行することになりました。グリーリッシュはアイルランドのダブリン出身ですが、その出身地に非常に愛着があることが知られています。チャリティーやサッカー教室など地元に貢献しています。グリーリッシュはサッカー以外でも注目を集めることがあります。その中でも髪型へのこだわりをこう語っています。髪型は自分自身を表現する方法の一つだと語っていました。グリーリッシュはボールを受けるポジショニングが素晴らしく、フリーでボールをもらう姿を幽霊と例えられています。また頭の良さやプレースタイルが似ていることからイニエスタの後継者と呼ばれているそうです。そんなイニエスタの後継者と呼ばれているグリーリッシュですが、よく見る選手はコーチングだそうです。2017-18 シーズンアストンビラの大ファンで知られているウィリアム王子はグリーリッシュを大絶賛。このことから王子はこれから生まれてくる子はジャックと呼ぶと言ったそうです。2018-19 シーズンチャンピオンシップのプレーオフ決勝戦でグリーリッシュはボロボロのスパイクで大一番に挑みました。僕が負傷から戻ってきた時に好調を維持できたのはこのスパイクのおかげなんだ、このスパイクには幸運が宿っていると語り、このことが話題に。2020年新型コロナの影響でイギリス国内で外出禁止令が敷かれました。グリーリッシュはクラブのホームページで外出禁止を呼びかけたものの、元チームメイトのホームパーティーに参加、さらにその帰りに交通事故を起こすなどで非難されてしまいます。グリーリッシュはマンチェスターシティに移籍してからもアストンビラは自分の中で大切な存在だと語っています。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。